の野望大使ウィズパワーアップキット。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の予防大使、ウィズパープキットですね。今回から足すようになります。その長期モードのね、確認をね、していきます。はい。ということで、今回ですね、軍員集結でですね、今回ね、自分やろうと思ったのは、あれなんです。また信長やるんですけど、俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。今日ね、先ほど、ライブ配信ね、やってる方、YouTube で、ね、やってる方いたんですよ。多分ね、あんまりね、やられてないね、方だったと思うんですけど、初手攻めがね、違ってる人がいるんです、初手の行動はね。なので、そこら辺のところに初手の解説の方ね、ちょっとしていきたいなと思います。足柄のレベルが上がるってやつですね、信長のね、志。鉄砲部隊の攻撃力が上がる。拠点に農兵がいない場合、みんな治める。兵が増えるってやつですね。農兵の治める、兵糧が減るってやつですね。あと、進出した証券が楽市になるってことですね。領内の、証券の影響力が毎月上がる3つの勢力が進出済みの、証券にも進出できる。証券の独占ができなくなるっていうね。そういうことですね。対名情報が、なんかいっぱい、あります。はい。なんか、適当になんか使っていこうかなと思うんです。借りた狼藉もあるし、闇取引もあるし、語弊アップもあるんでね。そんなようなところでやっていきたいなと思います。工作部もね、なんか、最強のね、工作部があります。最強でやってもやっぱりね、難しいっていうね、方いるみたいなので。ちょうどね、自分がね、その方の配信見たときには、いろんなお家を やってたんだけど、いつも、クリアできないって言って、なんか、他のお家にね、切り替えてたりとかね、してました。なんか、道さんがね、好きだとかってなんか言ってましたね。はい。ということで、あれですね。初手。これの場合は、長島城って、すごく戦場が狭いんですよ。建築のやつで見るとわかるんですけど、長島城戦場が低いんですね。なので、ここを攻め落とすのが一番なんですね。で、ここを落とすと、ここに集まってる間に、ここら辺がバーっとみんなこっちに来てくれるんだね。ということで、まず最初に、とりあえずこういう狭い戦場、他の場所って絶対勝てないので、準拳場で建てます。承知した。で、32日とかかかるんで、このぐらいいっぱいね。かしこまりました。作っときます。このぐらいでいいと思うんだけどね。はい、あと、この辺にも作っといてもいいかな。適当に作っときます。やめよう。ここは、漁村作れるんで、漁村作っとこう。承知した。で、ここら辺のところにね。作っときます。今回ね、ここに2ついてるんで、ここを一回、撤去しましょう。これ、ある場合とない場合あるんでね、最初からあるですね。で、こんな感じで。撤去。これもいらない。最初これ全部ない状態でね、やればみんな一緒だと思うんで。で、1、2、3。で、あとは、だいたい5つぐらい。あれば絶対勝てるんで。あとはね、貯水とはそんなようなのを作っておきます。ここも貯水でいいかな。承知いたしました。かしこまりました。受けたまわります。かしこまりました。かしこまった。あと証券も作れるんだったら作っとこう。かしこまりました。かしこまりました。こんな感じかな。で、あと、委任の方ね、やっていきます。委任の方は、商業農業配属委任ですね。で、開発の方はカスタム委任で、準拳所はいらない。茶屋町もね、多分、あっても損はないんでね。
で、これの場合は、初手で攻めてもいいんだけど、初手で攻めると、ここまで30日かからないんですね。なので、基本的に、これは初手攻めはあんまりよろしくないパターンですね。順剣にも立ち上がらないので。なので、ここで歩兵をして、歩兵をね、とりあえずいっぱい入れておきます。ま、信長は、この、年代。かしこまりました。軍友集結シナリオの場合ですと、かしこまりました。なんて言うんですかね。あんまり、初手攻めが、ちょっと、どこも、道さんも厳しいし、うちも厳しいし、ね、家康君の方もちょっと厳しいんですね。なので、こんな感じがね、まあ、初めてやる方にはね、一番楽なんじゃないのかなと思います。まあ、神前するんだったら神前使いましょうか。神前。向こうから来てくれるんだったら、ね、いくらでも、受け入れましょう。報告いたす。で、武将がいっぱい入ってきました。片付けない。で、武将結構いるでしょ、多分。手紙も全然ないんで、裏切られたら裏切られたらね、しょうがないです。そしたらもう準剣場出来上がるんで、攻めます。北畑さんね。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。まあ、これあれですね。週末の当日1日で終わるやつでね、やっていきたいなと思います。ではね、ここで、2600。うん。で、相手も2600。戦場は低いので、こっちの兵が少なくても全然問題ないんですね。これ、兵いっぱいとりあえず持ってきます。うん。もうこの7300。ほぼほぼ全軍で来てくれますんで、出陣する。多分誰がやっても同じような感じが来てくれると思います。ではね、進めていきます。こんなんでいいのかな、多分。うん、まだ全然対面も使えないんでね。じゃ進めていきます。これね、絶対勝てます。攻め、勝ち、奪う。それが信長の戦よ。で、取ったら、そのままね、亀山に行きます。俺に続け。亀山行けば、こっちが、まあ、コツなんですけど、ここが1、2じゃないですか。で、こっち1、2じゃないですか。うん。そうすると、多分、うちらの方が早く着くんですよ。俺に続け。うん。こっち武将が帰るよりも早く着くんですね。うん。で、こんな感じでピロッとすぐ落ちます。何人たりとも止められぬ。で、参るぞ。こっちも多分、まだ先につけるんですよ。で、こっちも多分先につけます。むしろ7日でこっちの方が近いんで、こっちから先行きます。そうですね。こっちから行って、多分こっち行って、多分間に合うような気がする。うん。進め。そこはね、感覚になってくるんですけどね。多分間に合うと思う。間に合ったらごめんなさい。うん。間に合わなくても多分10日とか20日ぐらいでね、落とせると思います。通称結べるんだったら結んどきます。うん、通称結んどこう。報告いたす。ご命令。そしたら歩兵で、取ったお城ね。全部ね、マックスに召しときます。ではね、進めていきます。間に合いましたね。こっちの方が早かったですね。信長が作る新しき世。そしたらまだ19人のこっちも多分行けると思います。で、こっち行かないで、こっち行くんですけど、B の方が落とすの最後の1個の城になった時に、武将がいっぱい入るんですよ。そうすると D だとすぐ落ちるんですけど、B とかだと、B、A とか S とかだと、なかなか落ちないんですよ。なので、なるべく、俺に続け。うん。こんなような感じでね、こっちを落としていきます。徳川滝川は、一応、力を貸してやろう。あれですね、徳川の方についておきましょう。受け入れよ。信長が作る新しき世。はい、そしたら、今度こっちですね。うん。桐山御所の方にね、向かっていきます。
ちょっと滝川さん、ちょっと取られちゃうね。本当は取りたかったんだけどね。うん。じゃあ、これね。うん。もうちょっと部隊を減らせば、これ出てきてくれるんですけど、まあ、出てきてくれなくてもいいかな。うん。そこまで焦っちゃいないんでね。タイムアタックとかでもないんで。で、強行29日、1ヶ月ぐらいで落ちますね。やっぱ D だとね、簡単に落ちるんでね。うん。じゃあね、とりあえずこんなような感じが初手攻めかな。うん。通称結んどこう。報告いたす。これより表情を行う。で、このゲームは、兵糧と歩兵速度の速さが一番の問題になってくるんですね。なので、これの場合は闇取引があって、歩兵速度あるんで、これは、あれですね。闇取引と歩兵使うんで、50ぐらい対面がね、あればいいですね。対面と、あと、どれ取ろうか。軍事取っとこうか。46、39、36? うん、この辺ぐらいかな。これで表情を終える。あー、これぐらい取っとこうか。これ取って、これも取っとこう。これ取るとあれか。軍事の対面使えなくなっちゃうか。歩兵アップは軍事使えますからね。で、商業これ取ると、闇取引使えなくなるんで、このぐらいかな。うん。したら、歩兵速度アップ使います。天も人も、俺に背くことは許さぬ。で、取引を行いましょう。闇取引ね。闇取引使えなかった。対面足なかった。あ、しょうがない。あと1ポイント足なかったのはしょうがない。うん。まだ兵糧ね、いっぱいあるんでね、大丈夫ですね。じゃあ、歩兵をね、していきましょう。うん。基本的に最初のうちはね、これ全部ミニマックスでいいと思います。あのね、ちょこちょこね、なんだろう、ギリギリぐらい?うん。なんだろう、こうやって1ヶ月分とか2ヶ月分とかちょこちょこってやってる人とかいますけど、うん、それはちょっとあんまり、うん。途中で足りなくなって攻め込めれなくなっちゃったりとかするんでね。施設選択。うん。したらもうここの準拳じゃもういらないですね。ここら辺の準拳じゃ多分。あ、ここら辺とか攻めるのに使うか。じゃあ残しとこう。施設選択で、とりあえず、いらないもの。うん。忍びの町とかこの辺っていらないんですよね。別に自分はね、自分はいらないと思うんで、これ削除していきます。で、あとはもうこんな感じでいいのかな?うん。じゃあ、ここ、そうだね、大丈夫だね。委任もしてるから勝手に自動的に入ってくるよね、きっと。うん、亀山も入ってるし。うん、ここらも入ってくるね、問題ないね。使いの者が来たようです。従属するっつっても、とりあえず、一個しかないんだったら、北畑さんね、従属してほしかったんですけど、もっと早い段階だったら従属してほしかったですけどね。一個だとどうしても使えない、使い道はないんで。とりあえず全員もらいます。そしたらもう4000残ってるんで、そういう時にはね、もう攻めれそうな、六角さんとかですね。うん。こういうところはね、どんどん攻めていきます。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ!行くぞ。で、戦場を見ても、軍馬上げぐらいなんで、問題ないですね。こっちで上がるより、当たりをこっちだとあった方がいいですね。俺に続け!で、本当はね、二条とかまで行きたいんだけどね、どうしようか。ちょっと悩むね。交渉で、同盟は結べないんだね。まあ、こっち行っちゃおうか。明智も行っちゃおうか、ついでに。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。4800で来る。うんうん。いいんじゃない?ここで当たる。そしたら、8000ぐらいあれば足りるかな。うん。まあ、相手の倍ぐらい持っていけばね。
足りるんで。ではね、進めていきます。あー、これ引っ込んじゃったね。柴田、あ、いいですよ。報告いたす。ご命令を。じゃ防衛しようか。ここだね、桐山御所ね、防衛しときます。はで、手紙とかどうなんだろうね。これあげて、じゃあ、高瀬さん、イケメンはね、ちゃんとあげとこうか。かたじけないことです。かたじけないことです。かたじけないことです。で、いいかな。それで、あとは、赤い武将を裏切ってもしょうがないんで、裏切られちゃうんで、どうせ。で、裏切らないでいてくれる武将にね、手紙あげます。かたじけない。じゃあ、こんなんでいいかな。足利と浅井は、三戦でいいんだけどね。三戦にしとこうか。方位123になっちゃったか。出てきてくれるって言ってたのにね、さっきね。めんどくさいから、時間かかるんじゃ、足利将軍行こうか。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。進め。強行90日、ちょっと時間かかるから、あんまりやりたくないんだけどね、90日とかだとね。まあ、引っ込んじゃったのはしょうがないね。使いの者が来た。六角従属。はい、承諾します。よかったね、六角従属してくれてね。そしたら強行64日に行っていこうか。柴田を中傷に結びましょう。報告いたす。ご命令。そうすると、浅井さんが2条を取ってくれれば、浅井さんをそのまま行けば、ポイムをかけられずに済みそうですね。はい。そうなったら、あれかな？こっち行こうか、ここ。筒行こうか。戦布告で筒行こうか。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。武将もいるし大丈夫だね。ここ、都一は、戦場が弱いね。ここは大丈夫だね。ここなら行ける。ここに、7000ぐらいも、6000。7200ぐらいもとこうか。進みます。いいんじゃないのかな。我が志、必ずや果たさん。二条も、アドメイよ。ほら、二条も落としてくれたんで、いい感じですね。先月の終始です。これより表情を行う。こんな感じでいいのかな。44、35、34。これで表情を終える。じゃあ、将棋を一個取っとこうか。で、農兵徴用取っとこうか。で、論議、これを取っとこう。ご命令を。したら、闇取引のをね、使って。天も人も、俺に背くことは許さん。取引を行いましょう。兵糧のをね、買います。ありがとうございました。兵糧ちょっと売っときますよ。お金がね、ないと、いろいろと厳しいと思うんでね。じゃあ、こんな感じで進めていこうか。強行100日か。硬いけどしょうがない。
いろんなところを攻めつつね。うん、待ってよ。うん。ここはもう落ちるでしょう。落ちるな、あと13日。受け入れよ。信長が作る新しき世。はい。ね、武将ゲットしましたね。二条にはいる。どうしようか。12,000。2,3,5,6,8。これは来月、宣戦布告しようか。宣戦布告してから、うまく調整した方がいいですね。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。これで、12,000だと出てこない。7,200は出てくる？出てこない。いやー、3,600。だと出てくる。うん。したら、集合場所を、長島にして、3,600が出てくる。もうちょっと。5,000ぐらい？ 5,000 ぐらいでも出てくるの、これ。じゃあ解除ぐらいしといて、で、5,600で出てきてくれるんで、これでね、集めましょう。後に続け！うん。手段は選ばぬ。勝つためならな。あれ、集めてくんないじゃん。集めてくんないじゃん。貴様の部では、我らは止められぬ。片付けない。はい、じゃあこのままね、こっち行きますか。進め。うん。報告します。ご命令を。さあこれあれじゃん、2章行っちゃおうか。参るぞ。部分入場させて。百七十足これでいいか。出陣する。これで二条包囲しちゃおうか。参るぞ。出陣する。これ集まってくんないんでね。うん。集まってくれる兵士しか出してないんだけどね。うん。じゃあ、こんな感じで闇取引で兵糧買っときます。取引を行いましょう。こっちはほい45日、45日でいこうか。じゃあ、進めていこう。これが強行50日でいける。本当に50日。持つのかわからない。多分持たないような気がする。じゃあ、これが、へばりついても、4,500 ぐらいしか集められないんで、じゃあいいですね。そのままへばりつこう。ほい44日、いいですね。はい、ではね、進めていきまーす。豊臣と、進言しましょう。報告します。ご命令を。はい、ということでね、1話はね、この辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。